早稲田大学社会科学総合学術院の中道です。本日は私の研究をご紹介し、その中で法律学における国際的な学術交流の中で、私が特に重要だと思う点についてお話をしたいと思います。 私の専門は法律学の中でも刑法を対象とした刑法学です特に刑法の基礎理論や刑事立法についての分析をしていますこの研究を国際的に発信していくという観点からは特に次の二つのアプローチを重視しています一つ目は海外でも発生している問題に対して 日本のの経験かからどのよううな解決が可能かを提示すするというアプローチです例えば私の研究の中で言えば自殺を援助する行為自殺を助ける行為を犯罪にするかが他国で問題となった時にすでにこれを犯罪にしている日本法の観点からどのような示唆を与えることができるかといった発信の形をとることがあります。2つ目は 日本でも海外でも同じ概念を用いている部分での学術的な寄与をするというアプローチです私の場合は特に刑法の規範論と呼ばれる領域でこのような仕事をしています法は規範であるという理解は日本だけではなく海外でも受け入れられていますがではその規範というものはどのような構造を持っているのか特に刑法の場合には人を殺してはいけないという規範もあれば 裁判官は人を殺したという事実が認定されればその被告人に一定の重さの刑罰を課してよいという規範もありますまた正当防衛の場合には無罪となるという規範もありますこの多種多様な規範の概念をめぐっては長く議論がありますがなお概念がクリアになっていませんこのような共通の概念を用いている領域では海外に向けて発信をすることは 自分の知見が直接学術の発展につながることになります。このような発信により、海外の研究者から着目され、例えば日本法の教科書を作る、あるいは世界各国の刑法理論の状況をまとめたハンドブックを作るから執筆に入ってほしいというオファーにつながったり、先ほどの規範論の国際的な研究グループのメンバーに入ることになったりと、ネットワークの拡大につながりました。た 海外の雑誌に論文を持つことで、自分がやっている研究はこうで、このような雑誌に論文を出しているということを簡単に示すことができ、それが海外の研究者を日本に招聘する際などに、自分自身の研究者としての信用性につながっているということも感じます。そうして招聘した海外の研究者の間で、また新たな共同研究が立ち上がり、海外で発表される論文が生まれれば、それがまた次のプロジェクトに続いていくことになるんだと思います。 法律学は法律を対象とします。そして法律は通常はその国の公用語で書かれます。それを適用して処理されるのもその国の中の事件です。そのため法律学はどうしてもドメスティックな問題が中心となりがちです。しかし世界のどこの国でも似たような法的問題は起こります。そこに日本の経験が役立つこともあるでしょうし、海外の知見を日本に適用することも有益です。 国際的な研究発信は短期的な業績を考えれば回り道かもしれません。しかし、自分が海外で発信した知見について、自国のこの問題を解決するのに使えるかもしれないと思ってくれる海外の研究者が一人でもいれば、もしかしたらそれがその国の法的状況を改善することにつながるかもしれません。そういった視点で研究を進めることも重要なのだということを指摘して、私の紹介動画を閉じたいと思います。ご清聴ありがとうございました。